はい、おはようございます。マスターアートです。今日は2020年、7月17日、金曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。ヨハネ福音書13章の14節、主であり、主であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方はまた互いに足を洗い合うべきです。ヨハネ福音書13章の14節。他の人に仕えるということは、口で言うのは簡単ですが、実行するのはなかなか難しいことです。イエス様は弟子たちにその模範を示されました。信仰者の交わりの中にあって、他の人の置かれた状況を理解し、何かしてあげられることはないかとまず考えるものになりたいと思います。今日の祈り、一緒に模範に習って、今日一日使えるものとして過ごすことができますように。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードですね。はい、裏のコメントです。はい、お祈りいたします。天の父の神様、あなた皆を賛美いたします。今日も主と共に歩むものとならせてください。この祈り、私たちの、救い主、主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マスタートです。朝から天気いいですね。セミの声も聞いています。まだまだ、GoTo キャンペーン、東京とはちょっと外れましたけど、いろいろと意見が あるみたいですけど、新型コロナも油断できませんね。こちらでも全くゼロは続いてませんので、健康に留意されて、上を向いて前を向いて、頑張っていきましょう。また健康に留意されてください。また明日お会いいたしましょう。マスターアートでした。シュアゲンレッツパッションプリースユー。はい、失礼しました。